今日は勉強に関する雑談やね。今回はどんな話をしようか。私、会社の都合でみずほ銀行を使ってるんですけど、正直使い勝手が悪くて困ってます。頻繁にシステムトラブルを起こすし、ネットバンキングも使いづらいし、手数料も高いです。だからもっと良い銀行に変えたいんですけど、どこがいいですかね。私もみずほ銀行を持っているけど、正直イライラすること多いな。手数料もバカバカしい。じゃあ今回は私が使っている銀行について少し学んでいこうか。お願いします。私に有益な情報を余すことなく提供してください。私の場合、5年くらい前から住信 SBI ネット銀行というネット専業の銀行をメインバンクにしている。この銀行で私は一度も手数料を払ったことがないな。あと SBI 証券と連動しているから投資に便利やね。お、この前 SBI 証券の申し込みをしたので、すでに作りたいですね。どんな銀行なのか詳しく教えてください。もともとは三井住友銀行と SBI が共同出資で立ち上げた銀行で、ネット専業の銀行なんよね。そこから急激に拡大していって、今はネット銀行でトップクラスやと思うよ。預金残高でいうと楽天銀行が1位やけど、住宅ローンの貸付額でいうと SBI がトップやね。預けた資金を効率よく貸し出してちゃんと利益を出している点で見ても SBI の方が上だと思っている。楽天銀行と同様、最近上場したんやけど、これからは楽天銀行か SBI かどっちかが覇権を取るはずよ。すごいですね。楽天ユーザーの私としては楽天銀行も捨てがたいですけど、 SBI もありだな。私としては ATM 手数料が無料である点と、他行に対する振り込みまで無料ってところが一番ありがたいね。預金者のランクによって手数料無料の回数が決まっているけど、普通の人でも月5回は無料になるはずよ。しかも ATM もローソン、セブンイレブン、イオンが使えるからマジで困らんのよね。他の銀行にしようという気持ちがここ5年間くらい一切起こらないから、個人的にはめちゃくちゃ好きな銀行。確か顧客満足度調査で何年も連続で第1位になっとるはずやから、評判も良いんやろね。完全に気持ちが傾きましたね。私の場合、給料振込がみずほなので、 ATM 無料は必須条件です。楽天のヘビーユーザーなら楽天証券と楽天銀行で固めるのが良いと思うけど、 SBI 証券を使ってガチの投資家になりたいなら SBI でいいと思うよ。私もいろんな銀行の口座を作ってきたけど、ダントツで便利だし本当に使いやすい。一押しを差し上げます。批判家の白熊先生がここまで褒めるなんて珍しいですね。 SBI 証券を作ったので今度作ります。申し込みの時に同時に作れると思うから、まだ郵送とかしてないなら同時にやったらいいよ。それに SBI ってさ、ハイブリッド預金という機能が使える点がめちゃくちゃいいのよ。イメージで言うと、住信 SBI ネット銀行の口座に入っているお金が同時に SBI 証券の口座でも使えるんよね。普通は銀行の口座から証券の口座に送金という振り込みをしないといけないんよね。これが地味に面倒なんよ。ハイブリッド預金だと銀行の預金が同時に証券の預かり金にもなっているから、即株式を買える。だから投資家として SBI 証券を使うなら、 SBI ネット銀行はほぼ必須というか、普通は同時に開設する。理解しました。後で確認してみます。すでに申し込んでいるかもしれない。他にも便利機能があってさ、私は使ってないが、口座の中に目的別口座を別途作れるんよね。例えば日頃の生活費のための口座、貯金の口座、定期預金の口座みたいに目的別に口座を開設できる。確か最大で10口座まで作れるはずだから、口座を分けて管理したい人には適しているかもしれんね。それは便利ですね。私、貯金口座は分けたいタイプなので多分使うと思います。というか上場しているなら投資しようかな。そんなに良い銀行なら伸びる気がするぞ。業績はこれからも伸びると思うよ。認知度が上がってきて口座開設者数も毎年増加しとるからね。投資家として見た時に、この銀行の強さってさ、実店舗を持っていないこととビッグデータなんよね。せっかくなのでそこについても詳しく教えてください。まずね、ネット専業であるがゆえに固定費がかかるような実店舗を持っていないんよね。だからビジネスモデルとしては固定費がとても安く抑えられるという強みがある。例えば実店舗を持っていないがゆえに従業員数を抑えられるんよ。同じくらいの売上高に滋賀銀行があるけど、この
この銀行の従業員は連結で約2200人おるのよ。一方で SBI は約750人しかいない3分の1の数で同程度の売上高を上げていることになる。めっちゃすごいですね。ということは利益率も高くなって広告にもお金をかけられるわけか。その通りやね。銀行業は儲からないビジネスモデルなんやけど、ネット専業はかなり儲かると思う。次に SBI の強みとして膨大なビッグデータを自社で管理できるという点がある。ネット専業で創業されたからこそ一般的な銀行よりは IT に強いんよね。だから情報を有効活用しやすい。その代表的なビジネスがバースと呼ばれる銀行機能の外販なんやけど、 SBI はその先駆者やね。バースって何の略称なんですか？バンキングアズアサービスの略称やね。イメージで言うと銀行業の免許がなくても銀行をやれるんよ。例えば家電量販店が自分の顧客に対して自分の会社名が入った預金サービスとかを作れる。ヨドバシバンクとかヤマダバンクとか本来なら免許が必要な事業をクラウドサービスで提供できる。銀行機能の一部を切り離してよその会社でも使えるようにするという新しいビジネスモデルなんよ。すごく近未来的な事業をしてるんですね。それによってどんなメリットがあるんですかね？まず銀行機能を使わせてもらう会社としては免許なしで金融機関の真似事ができるんよ。預金口座を抑えるってめちゃくちゃ有益な情報が得られるんよね。もしメインバンクで使ってもらえたとすると、顧客の所得、生活費、消費傾向など様々な情報が得られる。それに自社の銀行を使ってもらうことでより頻繁に自社のサービスを使ってもらえるようになる。なるほど、ビッグデータを活用してマーケティングができるわけか。そうやね。一般消費者にとってもその口座を利用することでポイントがもらえたりするメリットがある。 SBI は JAL と提携して銀行機能を提供してるんやけど、ユーザーはマイルが貯まるんよね。そして銀行機能を提供する銀行本体にとっては自分の銀行のユーザーが増えるし、企業からもお金がもらえる。銀行機能を提供する代わりに毎月利用料をもらう仕組みだから、ストック型のビジネスモデルになるわけよ。ということはうまく機能を設定すれば三方よしのビジネスになるわけですね。その通り。だからこれからの10年くらいで一気に拡大していくはずよ。現に SBI のバース事業は恐ろしい勢いで伸びていて、2020年に事業開始してすでに黒字化している。たった3年で黒字化ですか？やばいですね。会社全体としての売上と比べるとまだまだ規模は小さいけど、利益率が異常に高いビジネスだから今後に期待できる。そういう意味でも住信 SBI ネット銀行は既存の銀行業というより IT のベンチャー企業に近いんよね。もちろん急激に拡大し続けてきた企業だから内部はどうなっているかわからんけども、なんか聞いていてワクワクしてきたので自分でも調べてみて口座を開設して使ってみます。毎回思うんですけど、ほんといろんなこと知ってますね。これが暇を持て余した投資家の実力ってやつよ。気になったら何でも調べちゃうのよ。とりあえずは手数料が無料になるから、私はこれからも SBI ネット銀行を使い続けるよ。より便利でよりお得なネット銀行が出てきたら乗り換えも検討するけどね。そしたらすぐに私にも教えてくださいね。絶対ですよ。わかったよ。でも SBI ネット銀行に勝てる銀行はなかなかおらんと思うよ。それくらい強いと思う。視聴者の皆さんも自分でしっかり調べて検討してみてくれ。ではまた会おう。